はい、こんにちは、こんばんは、たかです。相場の方がちょっとこう難しくなってきましたがね、個人的にはドルの強さというのはやっぱりこうしっかり見たいなと思ってはいるわけですけども、では一方で、このドル買いというのをこう一方的に見ていけるのかどうかというところで、まあそこも少しこう違うと思うんですよね。あとは円相場。まあ、こちらも徐々にボラは小さくなってきていますけども、それでも、まあ、やっぱり昨日もドル円上下で1円ぐらい動いてますからね。まあ、それなりにこうボラがある中で値動きを追っていかないといけない。トレンドが出ていればいいんですけどもね、いまいちこうトレンドも見えてこないということで、トレンドはないんだけどもボラがあるという、まあ、僕はあまりこう得意ではない相場なんですよね。ちょっとこう難しいんですけどね、このあたりをチャートの方から見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、1時間足に閉所を重ねています。個人的にまあ一つポイントとして置いているのが先週の金曜日ですね。雇用統計、あと ISM ですね。このあたりで、まあ、ドル売り材料は出ていたかと思います。まあ、実際に動きとしても、こう、ドルは売られたわけですけども、最後に買い戻されてるんですね。このあたりにサポートが見えてくるかもなと。まあそうすると、この上昇トレンドの押し目買い環境というのが見えてきますから、まあ、買いが入ってきてもおかしくはないわけですね。まあ、実際、こう今週に入ってからも下の方には抜けていませんからね、下からはこう買いが入ってきているという状況はあるように思います。ただ一方で、ではこれ上から見ていくとどうかというと、下落トレンドが見えてきますから、まあ、下の方では売りは出てこないかもしれませんけども、戻ったところでは戻り売りが出てくるかもしれないですよね。まあ今のこの現在地、サポートを割り込んだというこの事実はまだしっかり残ってますからね、これ上下にすごく強い抵抗僕はあるんじゃないかなと思ってるんですね。なのでこのあたりは行ったり来たりの動きも想定しておきたい。今はサポートが見えてますからね、ドル買いはこう強く意識したいわけですけども、いつまでもこうドル買いを見ているわけではまだないんですよね。上値ごもいポイントが見えてくれば売られる時もあるかなと。まだ上げ打ちもあるかなというところで、ドル買いは変わらず僕も見てはいるんですけどね、ただこう一方的な大きなドル買いトレンドを見ているというわけではない点、少し難しい環境だなというふうに思いますね。現在地は、レンジを見ていく場合ね、昨日からのこのドル買い、これが今日も続くようだとそろそろ高値圏に入ってきます。今日もドル買い見たいとは思いますけども、買われた場面においてのドル買いなんかは気をつけたいとは思います。はい、変わりまして、こちらが円指数になります。1時間足に閉所を重ねています。こちらもこのあたり、サポート割れてからも円が大相場になってるわけですね。介入なんかも絡んで本当にこう大きなボラが出ています。昨日なんかもまあこれが冷やしになりますけども、まあ大して動いてないように見えますけども、このあたりと比べるとやっぱり動きはあるんですよね。相変わらずこうボラが大きな相場ということになってはいますけども、ただ一方でまあこんな動きがね、ずっと続くなんてことはさすがにまあそれはないかなと思いますから、徐々にまあ収まってくるかと思うんですね。それまでは、それなりにこうボラは出てくるんだろうけども、大きなトレンドが出てくるともあまり思わない方がいいのかなと。買いが入ったら売りが入るし、売りが入ったら買いが入るという値動きをちょっとこう想定はしておきたいんですね。まあ、今の円相場というのはサポート割れてますから、売りのトレンド、これを見ていくこと自体間違いではないと思うんですけども、一方で、介入なども絡んではいるものの、上昇トレンドも見えてますからね、やっぱりこう下がれば買いを入れてくる人たちも出てきそうということで、昨日こう売りが入りましたけどね、このあたりは買いが入ったり、売りが入ったり、まあ、すごく攻防が生まれやすい場所にはなってくるかなと思うんですね。売りが入ったからといって、こうどんどん叩いていると、思わぬ反発に巻き込まれてしまうということはあるかもしれないですね。ただ、ボラも大きいですからね、このブレというのもそれなりのこう値幅になってくるかと思うんですね。まあ、円が絡む通貨を触るというのは、まあ、そういった難しさはあるということになります。なので、こういった中途半端に流れを追ってしまおうと思うと、このボラにやられてしまうということにもなってしまいそうで、まあ、これだけ今、ボラがありますからね、短期勝負と割り切って、まあ、円が絡む通貨なんかは取引をした方が面白いかもですね。まあ、昨日はこう売りが入った円ですけども、一方的にどんどん売りが入ってくるという値動きを今は想定しているわけではないです。買いが入ってくる場面というのにもしっかり備える必要はあるかなというふうに思いますね。はい、変わりましてこちらが通貨の強軸チャートになります。通して見てみるとそんなに大きなボラがあった相場ではなかったですかね。まあ、そんな中で、まあ、5ドルですかね、オーストラリアの政策金利の発表があって、まあ、据え置きと、まあ、完全に予想通りはあったんですけども、売りが入ったんですね。もしかしたら、まあ、出尽くしの売りということになってくるのかもですけども、この5ドル、5月がずっと強かったんですね。なんなら、まあ、4月も強かったですし、3月もずっと強かったということで、まあ、基本的に5ドルってずっと強いんですね。このように売りが入ってくるんなら、まあ、強いんであれば、シンプルにこう、押し目買いというのは入ってきそうで、まだまだこれをね、売りが入ったからといって、こう、波の反転とか、まあ、トレンドの転換とか、そういったものを考える必要はまだないのかなというふうに思います。あとは、これはもう週末からずっと言ってますけどもね、このポンドは継続して注目をしたいですね。今週の木曜日、政策金利の発表を控えているんですけども、このポンドというのが先週からなかなかこう、上値が重いんですよね。買いが入ってこない。弱いということになりますから、強い通貨というのを見つけることができれば、これは大きな値動きにつながってくるということになります。今だとこのドルが少しこう底堅い動きになってきてますから、ポンドドルなんかを見ていくのも面白いと思いますし、あとは円ですかね、この円に買い戻しなんかが出てくると、弱いポンドに対して強い円みたいなね、そういった値動きにつながってくるかもしれませんので、このポンドの弱さ、リバウンドが入ってくるんなら、叩くというのはね、意識しても面白いと思います。あとは月初にこう強く売りが入ったユーロなんですけども、これがなかなかこの後売りが入ってこないということで、昨日なんかもこう売りが入っても良さそうな、そういった相場だったと思うんですけども、意外と底堅かったんですね。この強いユーロを見てしまうと、いくらこうドルに買いが入っても、ユーロドルは動かないということになってしまいますから、ちょっとこう相場も難しくなってきましたんでね、各通貨の強弱というのは、強めに意識はして見ていこうかと思います。相変わりまして、こちらがドル円の4時間足、収書がされています。ドル円、先週がね、介入なんかもあって、売りが強く出たわけですけども、もともとチャートはすごく強いと、そんな中で一旦上値の抵抗が見えたことになりますから、この後は調整局面見ていくことになります。このまま行くと、この下のサポート152円あたりを一旦見ていくことになるかもですね。何もこう強いリバウンドなんかを期待しているわけではなくて、あくまでこのあたり、レンジを見ていく場合はランダムですからね、上がったり下がったりという動きがこのあたりで出てくるのかなと。上位足に関しては一方的なトレンドを見ていくような状況では今は全然ないのかなというふうに思います。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。ただ、冷やしを見ていくと少しこう流れは見えてるんですね。そもそもここには強い上昇トレンド、サポートが見えてくるんなら、おしめ買いをしてくる人たちが出てきそうと。とにかく円が弱いんだという流れをね、見てる人はこれはたくさん出てきそうですね。ただ、介入だろうとなんだろうと、一旦売りが入ったのは事実なわけで、売りが入れば戻り売りを見てくる人は当然出てきます。今週に入ってから月火とこの戻りはしっかり確かに出てはいるんですけどもね。ではこの上昇トレンドをまだまだ見ていくぞと、そこまでを僕はあまり意識してるわけではないんですね。むしろ逆で下落トレンドが止められたら、次調整局面見たくなりますんで、今はこう目の前の動きを見てると上昇も強いんですけどね、上値が重くなれば反転で売りが出てくる場面もあるかなと。特にこう高値を掴んでしまうとか、下がった時にもそうですね、下がったからといってこうすぐにショートをしてしまうみたいなことをやると、これ高値掴みとか底売りとか、そういったものにつながってしまうかもしれませんので注意はしたいところですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。この高値から一気の売りですね。この売りに対して今調整の戻りが出ているわけですけども、これフィボナッチを当ててやると、ある程度こう戻りの目処は見えてくるかと思うんですね。僕だとやっぱり4割ぐらいはね、戻ってもいいのかなと思うところで、それとこれぐらいの調整サイズは見たいところなんですね。それと、月曜日、火曜日と確かに戻りは強く入ってはいるんですけども、ただこのサイズで見ていけば下落トレンドの戻り売り、見ていく場合、大した戻りでもまだないんですよね。ただとはいえ、152円から154円まで上がっているわけで、2円以上の上昇なわけですね。今の円相場というのは、この大きなボラ、これをどう捉えていくのかというのが、難しいところだと思います。もう少しこう短期的な流れを見ていくと、上昇トレンドなども見えていますから、今日なんかもね、一旦高値を抜けるとか、そういう動きはあってもおかしくないかなと思いますけども、上がれば上がるほど、下落トレンドの戻り売り、こういったのを見てくる人は出てきそうで、特に、もうそろそろこう155円というのはね、僕は重要なポイントだと思ってるんですけども、こういったところも見えてきますから、すんなりはなかなか上がってこないんじゃないかなと思ったりはしてるんですけども、これがどうなりますかね。すんなり上がってくるんであれば、それ以上にこう強い買い意欲があるということになりますからね、目線の方も変える必要は出てくるかもしれませんけども、ただ今のところまだそこまでこう目線を強く変えていかないといけない、そういった値動きになってると思いませんので、どこかでこう上値が重いポイントは出てくるんじゃないかなと、高値のロングなんかは気をつけたいと思います。相変わりまして、こちらがニューヨークダウンの CFD、1時間足に閉所を重ねています。株価は最近こう大きなボラになってはいるんですけども、昨日ちょっとこう値動き乏しかったですかね。ここ最近本当よく動いてましたので、いつまでもこんな環境は続かないと思いますから、こういった値動き出ても仕方がないかなと思うんですけども、ここで一旦流れが落ち着いてくるとなると、上昇トレンド目の前には見えてるわけですけども、その前ですね、ここには大きな下落トレンドは見えていますから、戻り売り環境もあったりするわけですね。それでも短期的には上昇トレンドが見えてますから、こちら優先で見ていけばいいのかなと思いますけどね。ただ昨日の冷やしを見てもちょっとこう上値が重いなと、おしめ買い環境はあるんだけども、高値はなかなか追ってくれないとなってくると、このあたりで、売りと買いとの攻防ですね。レンジという形が出てくる可能性というのはね、少しこう想定はしておきたいですかね。まだ高値がどことか、安値がどことか、こういったものがはっきり見えてないですから、トレードをしていこうと思えばね、仮枠でもいいですから、高値安値、ある程度の目処はつけたいところですね。例えばこのあたりの抵抗というのがね、抜けてきていますから38500ドルとか600ドル、このあたりは一旦のサポートの候補として見ていくのも面白いと思いますし、昨日のこの上値の重さ、こういったものを見ていると39000ドルあたりは一旦上値が重くなってくるのかなと。あくまで仮枠ですけどね、このあたりを上下と見ながらレンジを少しこう想定して値動き見ていこうかなと思います。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD、1時間足に閉所を重ねています。こちらもダウと基本変わらないですかね。短期の上昇トレンド見えていますから、押し目買い環境というのも全然あるかと思います。サポートの候補としては、抵抗になっていたところ、38400あたりは一つの候補になってきそう。一方で下落トレンドの戻り売り環境が崩れているわけでもないですね。波の起点はだいぶまだ上ですから、その手前で上値が重くなったとなってくると、上値抵抗も少しこう見えたかもですね。これが39000。上下にカビが見えたとなってくると、レンジは想定したくなります。上値の重さが見えましたんでね、高値圏からの売りなんかは面白くなってくるかもですけども、基本こうダウ平均なんかも見てもね、ちょっとボラも小さくなってきてますから、一旦落ち着くタイミングというのはね、必要になってくるかもですね。はい、変わりまして、こちらが金の CFD、1時間足に閉所を重ねています。こちらもちょっとこう動きが鈍くなってきてしまいましたがね、週足環境で見ていけばまだこういったレンジが見えてくるかなと思うんですけども、短期の動きを見てると下落トレンドも見えてしまっていると、このあたりが戻りの高値ですからまだ抜けてないんですよね。であれば、戻り売りを見てくる人は出てきそうですね。ただ週足環境のサポートなんかを見ていけば、下がれば買いを入れてくる。これは先週の動きにもなるんですけどね、下からの買い圧力というのもありそうで、ここ最近この金相場というのもかなりボラが大きかったと思いますけどね、少しこう値動きとしても乏しくなってきていますから、少しこの調整の動きに備えるターンというのは出てくるかもですね。一応重要な高値として2340ドル、下のサポートは2280ドル前後を見ていこうかなと思います。こういったレンジですかね。それとも現在地真ん中付近ですからね、場所としても中途半端かなと。こういった中途半端で、ふらふらした値動きにあまり付き合わないようにはしたいところですね。はい、ということで、まずはドル円ですけども、今週に入ってからこの買いがちょっとこう目立ちますかね。決して円が弱いというわけではないんですけども、ちょっとこうドルが強くなってきている関係で、戻りが入ってきています。ただそれを言うんであれば、先週はこの売りのトレンドがありますからね、戻り売りを見てくる人も出てきそうです。そう簡単に高値をポンと買っていそうではないように思うんですけどね。はい、ドルインデックスになりますけども、こちらもやっぱりそうですね。下からは買いが入っているかなと、サポートが見えてくるんなら、押し目買い環境はあるかなと思うんですけども、一方で短期の流れを見ていると、サポートを割れている動きもありますからね、戻り売りを見てくる人も出てきそうです。一方的なドル買いを見ていくというわけでもいかないように思うんですけどね。ただ今週に入ってからドルは買われていますし、先週の金曜日もサポートは見えています。一旦僕はドル買いは見ようかなと思いますけども、上がってくると少しこう高値圏も意識されてきそうで、高値ロングなんかを気をつけたいところですね。はい、あとは円相場になりますけども、こちらは相変わらずボラは大きいと、だいぶ収まってきたんですけどね。それでもやっぱりボラは大きい状況まだまだ続いています。下落トレンド見ていくならもっと売りはどんどん入ってもおかしくないと思いますけども、そこまでの大きな動きになっていないということは、先週の介入なんかも効いてるんですかね、上昇トレンド、押し目買い環境なんかも見えてきそうです。昨日なんかも円は弱かったですけどもね、一方的に円が売り込まれるという状況にはないように思いますけどもね、このあたりどうなりますかね。今日あたりは、もう少しこうドルの底堅さ、あとは円に関してはね、この円の買い戻しなんかにも注目はして見てみようかと思います。今回は以上になります。それでは今日も頑張っていきましょう。